竹田の魅力をたっぷり詰め込んだグリルバーガー。国道57号沿い道の駅すごうの一角に昨日オープンしたハンバーガー専門店の看板メニューです。小木さんのトマトとすごうのスイートコーンを使ったソースなど、ハンバーガーという食を通じて竹田市の魅力を発信していきたいなって思います。地元産の食材にこだわってオープンしたグリルバーガーライチク。バーガーメニューは6種類です。竹田市の宝と位置づける小木町産のトマトと菅生産のスイートコーンで作ったソースが自慢で、パティの味わいを引き立てています。ソースたっぷりのグリルバーガーは490円。グリルチキンに熟成ベーコンと椎茸を合わせたプレミアムベーコンバーガーは1190円です。店は熊本からの玄関口に位置しているとあって、県外の客も多く訪れ、竹田の宝を満喫しています。コーンの風味がすごくして、すごく美味しかったです。濃厚でした。とてもジューシーですごい美味しかったです。トマトも入ってて、今度違うハンバーガー食べたいです。店では今後さらにバーガーメニューを増やし、魅力ある竹田の食材をアピールしたいと話しています。